はい、皆さんこんにちは、流星です。今日はね、まあ、産業革命とかね、テクノロジーの進化とか、あと人類が誕生してから、まあ、現在に至るまでを、まあ、10分ぐらいでね、まとめてね、ちょっと、まあ、説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、人類、ホモサピエンスは20万年前アフリカから発生していったって言われてますよね。南アフリカの猿から進化した、まあ、我々の先祖がね、まあ、森で過ごしてたんですけどね、森がどんどん少なくなっていって、で、木から降りて二足歩行で歩いて、また食べ物をね、探していかなきゃいけないので、歩いて広がっていったって言われてますよね。で、それが20万年前かな。で、歩いていってユーラシア大陸とかヨーロッパとかね、まああとアメリカ大陸とか広がっていくわけなんですけど、で、昔はやっぱり狩りですよね。人類は。やっぱり動物、獲物を取って、まあ肉食ですよね。肉を食いちぎるって感じで食べてる。火を発明して、火を起こすことを覚えて、あと、まあ竹槍とかね。あと石器時代、石器ですよね。魔性石器、惰性石器ですよね。で、石を、まあ、削って、動物の肉をね、切って、で、焼いて食べるって感じですよね。道具を自分たちで作っていくっていう。まあ、これも一つの産業革命だと思うんですけどね。で、大きく分けると、石器時代ですね。で、動物を狩猟から、牧畜ですよね。牛や馬とか、あと稲作とかね、小麦とかね、貯蔵できる穀物を作って、人類の寿命がまあ伸びた理由の一つですよね。大きく分けると狩猟時代から農耕牧畜時代に変化する、まあ、これも一つのまあ革命なんですけどね。農業を始めたと。これが1万年前だったかな。日本だったら縄文式土器ですよね。縄文時代の縄文式土器、土器で火を起こして肉とか貝とか野菜とかいろんなものを煮て食べるっていうスタイルにまあ変わっていくと。で、弥生時代で米を作って、稲作ですよね。米を作って、で、それ貯蔵できるから何年か持つんですよね。だから食いっぱぐれがないというか、それで一気に寿命とか人口がまあ増えていくわけなんですけど、で、狩猟から農業に変わって、で、そこからずっとしばらく続いていくんですよね。で、工業もは、まあ、進化していくと思うんですけど、ほとんど1700年代ですよね。イギリスで産業革命が起こるまではほぼほぼ、まあ、文明はゆっくりこう上昇していく感じですよね。で、今日のテーマである産業革命が1700年代にイギリスで起きたんですよね。産業革命って大きく分けると4つあるんですよね。で、18世紀のその1700年代イギリスで、蒸気機関が発明されたんですよね。で、あと織物ですよね。紡織ですよね。織物の機械が発明されて、一気に工業化していくっていう、それが世界中に広まっていって、一気に工業化社会ができるんですよね。それが第一次産業革命ですよね。で、蒸気機関車っていうのが、今までは人が歩いたりとか、あと馬車とかね、馬で運送してたものを一気に蒸気機関車で短時間でいろんなものを運べるようになったんで、インフラが一気に発達していったんですよね。で、第二次産業革命ですよね。これがですね、第一次世界大戦直後なんで、1914年までに、まあ日本で言ったら明治時代から大正の間ですよね。1870年から1914年の間に起きたですね、石油電気などの新たな産業が拡大していくと。まあ電気ですよね、大きく言うと。まあエジソンが電球を発明したんですけど、この電力を使った大量生産を行って、文明が発展していったっていうのが第二次産業革命ですよね。鋼鉄と石油と電気ですね。これで車とか電気ですよね。電気を用いた、まあ、発明品として電話機とか電球とか蓄音機、内燃機関などがありますよということですよね。エジソンが大抵発明したやつなんじゃないかなと思うんですけどね。で、時代がまた発展していって、進んでいって、第三次産業革命。第三次産業革命はデジタル革命ですね。アナログ回路、機械デバイスからデジタル技術への技術進歩を指すと。だから分かりやすく言うとさ、音楽で言ったらアナログレコードから CD へまあ変換したんですけどね。アナログからデジタルへ変換していくと。全ての、まあ、電化製品は
デジタルへ変換していく、コンピューター、マイクロコンピューターが主で、そこで発達していくんですよね。何でもゲームでも家電製品でも、電気を使用したものであれば全部アナログ回路からデジタルへ変換する。まあデジタルは0か1の世界なんですけどね、二進法なんですけどね、洗濯機もデジタル、まあ、全てがそのデジタルで、半導体とか集積回路で、まあ、基板ですよね、基板を取り付けて小型で高性能な制御をする装置に変わっていったっていう感じですよね。第4次産業革命ですね。だからまあ今日の変化ですよね。こっからまたさらに発生していって、デジタル革命に基づいて技術が社会や人体内部にすら埋め込まれるように新たな道を表していると。第4次産業革命はロボット工学、人工知能、 AI ですよね。ナノテクノロジー、量子コンピューター、生物工学、モノのインターネット、 3D プリンター、自動運転車など多岐にわたる分野においての新興の技術革新を特徴とするということですね。で、今主に言うと AI ですよね。まあ日本人で言うと落合陽一さんとかが研究開発されてるんですけど、まあ、人工知能とかロボット工学に力を入れてますよね。で、インターネットの時代が20年前かな始まって、でさらにそれを発生していって、人工知能とかディープラーニングでコンピューター自身がもっと賢くなって、いろんな情報処理とか、まあ、人間がやってる仕事をどんどん手助けしていって AI に置き換わっていくんじゃないかなって。これが今第4次産業革命がもうすでに起きてるんですよね。でその真っ只中に我々がいて、一番どうなんでしょうね、人類史上最も変化の著しい時代に今生まれて過ごしているのかもわかんないですけどね、っていう感じで、テクノロジーがねどんどん進化していくと人間の生活がまあ楽になると思うんですよね。なんかそのイギリスで起きた最初の第一次産業革命もそうだったんですけどね、今まではみんな人々が歩いたりとか重い荷物を持ったりとかしてたんですけど、やっぱりそういう機械化が進んでいくからまあ楽になって、インフラが整っていって、で富を得るんですよね。だからみんな楽になっていくと思うんですよね。 AI でなんか仕事を奪われるとかいう発想は古くてですね、 AI をどんどん利用していったらいいんですよね。で楽になって他のことができるんですよね。で好きなことができるし、楽になって時間が余るので自分の好きなことをね、余暇を過ごせる時代がどんどん来ると思うんですよね。だからすごい前向きに考えた方がいいと思うし、どんどんその第4次第5次産業革命はまた起きるかもわかんないですけどね、そうなるともう人間はすごい楽な幸せな生活をしてると思うんですけどね。で富を得て、例えばベーシックインカムとかね、働かなくても大変な仕事っていうのはなくなっていくんですよね。でまあ楽な仕事というかね、やりがいのある楽しい楽な仕事をしてみんな幸せになって生活してるんじゃないかなと思うんですけどね。でそういうテクノロジーの発展で人々がどんどん幸せになっていくと思うんで、これからまあ10年先とか20年先読めないですよね。20年前誰もスマホでみんながインターネットでアクセスして SNS とかこう YouTube とかね、こういうアプリとかを開いて楽しむ時代が来るとは誰も予想してなかったですよね。ほんの10年前ですよね、スマホも。だから逆に言うと今から10年とか20年先って読めないと思うんですよね。誰かが何か新しいまたイノベーションを起こして、新しいスマホと同レベルあるいはそれ以上のものを発明してすごい時代になってると思うんですけどね。でみんな人々は楽な楽しい幸せな時代が来ると期待しつつ一旦終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。